片瀬江ノ島井峯岸藤子おはようございます。お願いします。はい、あ、ごめんなさい、中村恵子です。はい、美味しかった。虫除けバンドになりますので、虫除けバンド、これも取っちゃっていいですか。はい、うちはもう、じゃあうちはもう一緒にどうぞ。だからじゃあうちはあげる。受付はあちらになります。あ、こちらで受け止まりいたします。はい、でこちらゼッケンになりますので、はい、お着替えと、着替えてからでいい。はい、忘れたかも。はい、で一応こちらの飯田さんの海の家は、ゴールドジムのイベント参加っていただければ、無料で海に使っていただけますので、着替えになっちゃった。ああ、これ不思議けば残りやすい。一応海の着替えとはそこで一応できる。できます。ロッカーも貸し切る。ロッカーも、はい、大丈夫です。海のイベントです。はい。やらしくないもん言うたら、まあ、こっち使いにくくなるで、こっちおるからやめとこ、やらしいから。もういいや。荷物がですね、ブルーシートの方で置いていただけます。奥にすぐとかありますので。まだ着替えと化粧もしてないので、貴重品とは自己管理でお願いします。はい、よろしくお願いします。あとほら色がちゃうやろ、ほら海外バージョンとはちゃうねんって。ほら海外バージョンとちゃうねん。あーやだからちゃうねん、海外バージョンとは。行こう、まだ時間あるやろ。これ何時に降りてきたらいい？試合選手の方ですか？そう、ですね、10時半にコンテストが始まるんで。10時半、私、はい、あれじゃないんです、リフティングとかじゃないねん。ビギンの方。そう、10時半頃になったら、あのバーベルとか置いてあるたりに集合しておいてもらえたら、はい、あの辺りに。あ、10時半ね、10時半まで決勝して、はい、はい、お願いします。はい、あと欲しいのなかった？大丈夫、ゴールドジム。そう、あと写真撮っとくわ。これ流しとってあげたらいいやん。4番、4番って言うねんで、ちゃんとタカちゃん。4番、みんな施設があるんですか。いや、そうそう、でも結構プールないからやね。10時半に始まるから10時15分ぐらいには来ておいてもらったらいいんですね。わかりました。ほら、ちゃうやろ、ゴールドジム。すごいねんって、ほんちゃんやねん、やっぱり。レベルがちゃうねん、先生のレベルが。うじこちゃん4番4番、うじこちゃん4番って言わんとあかんね。4番、片瀬江ノ島西口エントリー4番ビギニ大会。ちょっと化粧して着替えんとあかんわ。まだまだ、もうちょっと大丈夫や。